どんぶりどんでーす。今回はスイッチだけドローンが4つ持てるようになったということについてやっていきたいと思います。まあこれ普通のキャラクターは2個までしか持てないところ、なぜか修正が来てスイッチだけ4つ持てるようになったんですよ。でもみんなね、皆さんきっと思うんですよ、これアマチュアどもこれ聞いた時に思うのが、うわー索敵4回できるすごーいとか、2回回りよりも多く索敵できるすごーい、あいつ単純思考だと思うんですよ。僕たちの何が分かるってね、みんなね切れてると思うんですけどね、いやこれね元プロだからこそ分かる視点、これそうなんですよ、こう元プロゲーマー様だからこそ分かる視点、みんな絶対そう思ってる。あのみんなね殴りたい気持ちは分かるちょっと落ち着いてほしい、あ危ねえ、はい、ちょっと落ち着いてみてほしいんだけど、まあ殴りたい気持ちは分かるんですけど、ちょっとあの落ち着いてみてほしいんですけど、これねどういうことかっていうと、元プロは何を考えるか、これ置きドローンの回数が増えるということなんですよ。え危ねえ、ちょっと予想外すぎるお前ら、はい、これねどういうことかっていうと、索敵2回はいつも通りでやるので、他の2個を置きドローンで使うんですよね。だから爆弾を設置した後とかにドローンを後ろに置いて死んだ人に見させるという行動が強いんですよ。おスニークインできそう、おい、いや俺強すぎ、ファーストキル取って、もう一人キャタンのやつもガラス、あ俺設置できるわ、待てこれ人数有利の時は極力安全のところで設置したい。これいくよ、ショックドローン、これ置きドローン1ね、置きドローン1、この置きドローン1っていうのはあの1個目は前に置くんだよね、でもう1個後ろに置く、いくよ、これ後ろに置くんですよ、これをちょ違う、この関連してちょっとねあの快感を得ようなんて思ってません、ちょっとこの後ろに置くんですよね、あ前に置くんですよね、1個前に置いてこのもう1個の3つ目のドローンを拠点の中に敵に撃たせるように置くんだよね、そうすると味方わかるが、オッケー敵に撃たせたね、あもう1個外にあるとあれあれもう1個なんか外にあったのはどういうことかな、まあ、4つあるとねこうやって味方が殺せるようになるんですよ。でもね俺わかるんだよね、みんなが視聴者が思ってることとか、もうアマチュアどもが思ってる思考、俺ね手に取るようにわかる、絶対こう思ってんだよ、ドローン4つ索敵4回イエーイって今ダブルピースしてんだろ、あのねアマチュアどもね浅いですえあのちょっと言い過ぎたかもしんないけど、これねあの小声で言わなきゃいけないやつだったかもしんないけど、これあ本音なんですよね、これマジで本音、これなんでかわかる、クソお前何が俺たち何がわかるってなると思うんだけど、いやこれねあの落ち着いて、これなんでそうなるかっていうと、じゃあみんなさ死んだ後何してる、このゲーム死んだ後みんな何してますか、スマホをいじってますかってなってるだろ絶対、裏画面行ってこっそりクロームで YouTube 見てるわとかって言ってるだろ絶対、裏画面飛んだり死んだら暇だから、あーもう慣れたわスマホいじっとこってスマホいじってる、あのね違うんだよ、こう元プロゲーマーさ様だからこそ、この高みにいるからこそこれ分かる視点なんだけど、俺たちプロゲーマー様はこれね置きドローンを大切にするから、死んだ後絶対カメラ見るんですよ、これ生きてる人たちのカメラを、だから置きドローンを大切にするんですよね、だから俺もさっきやった通りに1つ目を裏にドローン置く、2つ目を相手が詰めてくるのが分かるようなところにドローン置く、3つ目を敵に撃たれるようなあの角度でわざとドローン置く、でこれ3つ目マジ大事なんだけど、これやらあの3つ目のドローン破壊された瞬間味方が敵の位置把握できるっていう、これ天才的なやつなんですよ。4つ目はまあ僕も外に置いてありましたしね、ちょっとわかんないですね、あぶね、でもねあれ考えられてたんだよね、1ラウンド目 IQ5 万ぐらいあったんですよね、あれ偏差値28ぐらいしかなさそうな発言だと思うんですけどね、 IQ5 万ですよね、あれ5万、あれマジで強いからね、だからこれねちょっとアマチュアの人をねバカにするような発言は良くないと思うしね、みんなもね不快になってると思うし、俺のことねあの写真で印刷して、俺の顔写真印刷して多分ねぶん殴ったりね踏みつけたいって思った気持ちはね多分めちゃくちゃわかるんだけど、いやでもねこれしょうがないの、元プロにいた元プロというこの立場にいるからこそわかる視点なんだよ、見えちゃうの、これ見たくない、アマチュアが浅いなんて見たくない、いやでもいや元プロゲーマーだからいや見えちゃうなみたいな感じの視点なんですよ、ニチャーってなんかオタクニチャニチャしてる感じなんですけど、あはいこれお手手強い、カバーを頼む、
分かっちゃうんですよね。あのアマチュアの人たちとかね、あんまランク高くない人ってね、置きドローンしないしね、死んだ後スマホいじっちゃうんですよね。これ良くないから、置きドローンの大切さをこれで分かれ。あ、とか言いながらね、置きドローン1個だけなんですけどね、まあ、税関に分かりやすく敵に壊されるようなね角度で置いてっからね、わざと。あーもうちょっと味方殺しちゃった。今これ俺のなんか何気なくこういった1個目のショックドローン活躍するよっていうのを見せたかったのに、こいつ倒しちゃった。でもナイス。そう、このショックドローン、ほらこいつ壊そうとしたやつ。やっぱりね、こうアマチュアはね甘いんだよね。あ、ダメだ、もうなんか思考回ってないですね。うん、なんか適当に話したのがバレそうになりましたね。アマチュアやっぱ甘いっすよ。うん、アマチュアもうカタカナまで甘いもん。うん、甘い、もう甘が入ってるうちに甘いんですよ、アマチュアって。プロは違うから、その点プロだから。あのもう少し考えて物事話そうかな。うん、頑張ります、メルトンさん。あの今日拡張バレルがないせいかね、ちょっとあの薄味になってしまいましたね。発言もちょっとあの思考が回ってない感じがあると思うんですけどね。まあとにかく何が言いたいかっていうと、置きドローンって大事。みんなこれ覚えといて、死んだらスマホいじったかじゃなくて、これね一人でやってる時もそうなんだけど、自分が死ぬことを想定して一個は置きドローン置くんだよね。でもう一つの索敵のやつは慎重に使え。もうそれでもなんか索敵のやつが潰れて情報取れないってなったら、置きドローン用のドローンでなんかもうしょうがなく索敵するみたいな感じ。このねゲームね、なんで2つドローン設定されてるかっていうのをね考えた方がいい。あの理由があるから、全ての物事には。なんでドローンって2つあるんだろう。2回索敵、これアマチュアです、これ。1個は恨みのドローン、もう一つは自分の索敵を、こうやって考えるのがプロなんですよ。やっぱねプロはね、あの命かかってるから、生活かかってるんで、元プロとか。僕がこのゲームで良くなったり負けてしまったら、僕の生活費はどうやって稼げばいいんだってなるぐらいのね、やっぱ勢いでやってるんで、やっぱ強いんですよね。そうやって思考が回るんですよね、生きるために。これスタミナ1回できますね。これが元プロのスニーピー。 あいつあと一発あったんで、はい、ヘッドショット。ちょっとなんかあいつ見づれ。はい、2キロ。あいつオンツー。ワンチャン作ったけど、なんか味方全員死んでる。あ、置きドローン。はい、前にも置きドローン。前にも置きドローン。え？味方オペレーターは残り1人。味方が制圧された。なるほどね。まあね、みんな俺のことを本当にぶん殴りたくなってると思うんですけどね。今日なんやかんや割と実践的に使えるような動画でしょ？だから、俺の真似したら大体、プロと同じ思考になれるし、プロと同じ立ち回りができるから。あのぶっちゃけあのランクが低い人と高い人の差って割とこういうところにある。死んだ後も活躍できるようにとか、なんかその後始末みたいなのがね結構綺麗なんよね、高ランク帯の人って。だから割と CG って他の FPS と違って死んだ後も貢献できるから、やっぱり死んだ後のことも考えて立ち回るのが一番強いと思うので、皆さんよく思考を凝らして立ち回ってみてください。ちょっと美しく言ったわ。ちょっとそれっぽい、なんか理系系メルトン、いきなりメガネ装着した感じになったんですけど、ね、やっぱ R6S あの人トロールっていう単語でメルトンじゃんってなるの、やっぱ悔しいじゃん。あ、メルトンだってなるの、ひらめかれるのマジ悔しいんで、うん、ちょっとねその3つの単語で俺がひらめかないようなね、ちょっと賢いメルトンさんをねこれから演じていこうと思う。だから今日は使える動画やった。うん、悔しいんで。悔しいんで。1個いたな、文字奥だね。あ、ごめん、引き殺しちゃった。僕のお手手が強すぎて君のこと引き殺しちゃった。ちょっとニチャニチャしてる。やばいやばい、待って、ドローンの強みを見せないといけない。ちょっとこれはドローンを犠牲にしてでもいいから、イアナを救いたい。ちょっとお前待て。なるほどね、4対3。ちょっとこれは前に出てもまずいな。あ、中央界穴開いちゃったな。これ味方の、今味方やられて中央界穴開いちゃったんで、これ蓋するかのように僕は中央界に入る。これ N 側の階段からノックがスニークインしているということは、俺が中央界を抑えて外で足がとつって、これ中央界を抑えることによって敵のピークする方向が定められるので、ノックがかなり無双できるということになる。これは俺がここに立ち回ることで敵は殺せる。敵オペレーターはあと1人だ。え？ラストローカー、ラストローカー、はい、置きドローンしといて、オッケー。高速早口解説したんですけどね、ただエイムで解決したということになってしまいました。まあ置きドローンは強いんでやってね。メルトンでした。バイバイ。